はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、吉村農園の方でもついに、定食が始まります。来週の火曜日からですね、14日から始めようかなと思ってまして、ちょうど今日はね、こちらの本舗の方に来ておりまして、まあ、定食のハウスの方に来てます。で、今回ですね、もう定食間近ということで、本舗の仕上がり具合どんな感じで仕上がったのかっていう動画と、あとはですね、まあ、完成チューブとかそういった伸ばし方どうやってやってるのかっていうのをご紹介させていただきますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、本日なんですが、育苗ハウスではなくて、こちら定食用のハウスに来ておりますので、まあ、いよいよね、定食も始まりますんで、定食用のハウスの、まあ、進捗状況、まあ、どのぐらい仕上がったのかって感じのを見せてください。お願いします。はい、こんにちは。ちょうど、明日、明後日、定食っていう段階になりました。耕運したり、肥やしをあげたり、水をぶったりして畝を上げて、こういう風な感じになりますね、はい、で、灌水チューブまで伸ばして、印、はい、植える場所の印をつけたっていうところで、そうするとちょうどここまで、来るとちょうど植えられるっていうことですね、はい、あとは軽く灌水して全体にで植えていくような段階ですね、ちょうど、はい、ちょっと質問なんですけど、はいはい、どうぞ。一応ね、こちら あのハウスの方なんですが、この真ん中の3つの畝に関しては完成チューブが2本ずつ入ってるかと思うんですが、そういったちょっと理由も教えてください。そうですね、ベッドが大きいっていうことですね、はい、ちょっと寄りますね、はい、大きいんで、はい、水がかかりが悪くなっちゃうとあれだもんで、はい、完成チューブをうちは2本、はい、うん、極力、狭いベッドの場合は4本畝、真ん中が10本畝と8本畝の2通りでやってるんで、はい、10本畝の場合は、灌水チューブが1本、はい、で、中が大きいベッドが3本の場合は、真ん中2本。って形で。そうですね。はい、で、灌水チューブは、こういうふうに、はい、ピンと張ってるっていう感じで。そうです。すごくピンと張ってますね。ピンと張ってないと、はい、風が吹いた時にこう逃げちゃうから、たるんでると、はい、これでも水を中へ通して出したり、太陽光線がたくさん当たってくると、これは伸びるんでね、はい、マルチまではちょっと面倒を見ながらやってた方が、飛んじゃうと直すの面倒くさいから、はい、あと印をつける、はい、道具、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。簡単なものなの、はい、ちょっと寄りますね。この木の、木の方がいいの、軽い方がいいの、はい、うん、じゃないと軽ければ片手で、印がつけられますから、はい、歩きながら印をつけるっていうやり方で、やり方も教えてください。まあ、こちらでね、試験してみますから、はい、この真ん中は植えるとこじゃないかな、はい、まあ、とりあえず、はい、こういう風な感じで印をして、はい、片手で、はい、片手で持てるような感じでこう、はい、私はこういう風に、はい、ちょっと寄っちゃっていいですか、そちらの方にも。はい。そうしたらば、一番最後のところでもう一度同じところへ刺す。はい。だから歩く速度でできちゃう、こういう。ああ、はいはいはい。こんな感じで。はい。やっていくと楽ですね。道具はこういう風に何回も使うやつ、軽い方がいい。はい。片手で頑丈だらば一番いいんですけど、まあこういう印をつけるだけだから、軽く持てるやつならば、楽にできるんで、はい、女性の方でも大丈夫なように、あんまりここでもね、高くしないような感じで、片手で持てるっていうのが一番いいですね、はい。はい、ありがとうございます。あと最後になんですけど、はい、この穴を開けたピッチ数ってどのぐらいなんですか、今。これは20ですね。ベッドが広いもんで、はい、普通、ベッドはその時によって、まじまじっていうことはないんですけど、23とか20、19とか18はちょっと狭いかもしれないんで、あとはベッドの大きさと品種にもよるんで、そういうとこは工夫しながらやるっていうのが一番いいですね。はい、はい、ありがとうございます。では最後にですね、完成チューブの縛り方も教えてください。はい、お願いします。はい、ではですね、最後になんですが、完成チューブの縛り方、あと道具のご紹介よろしくお願いします。はい、内当たりはね、いろんなことをやって、最初は
をビニールなんかで紐で縛ってたりしたらどうも抜けちゃうもんで、はい、あと縛る気よりねじっちゃった方が楽っちか時間が早いもんで、はい、うちの場合はですね、はい、うちの場合はちょっと道具をご紹介お願いします。道具はねこんなようなやつで止めてるっちかな。これは結束線、はい、結束線は安いんですよ、はい、で長さもね、短いやつ150ってやつ、はい、2拍でやった時はねちょっとあの長すぎたな、はい、で3本ぐらい、はい、取って、はい、頭をこうねじっちゃって、はい、でまあ、試しにやってみますか、はい、こんな感じでやるとね、うちの場合はでここを持ってぐるっと回すだけ、 2,3 回も締めればもう締まっちゃうから、はい、こんな感じでぐるぐるっとこう締めていく感じですね。締めていく感じ、はい、あんまり締めすぎると切れるから、はい、で一応締めたとこに一応この針金も入ってるんです。これは何ですかね。ピンで、はい、ここが動かないと、もうこれ、ピンってこんだけ張ってるときは、これ、ある程度引っ張ってるのよ。ああ、はい、奥でってことですね。はい。奥で、奥で合わせるから、そのとき、これを引っ張るときに、抜けないように、ピンでここを止めとけば、はい、針金が止まってるから、もう動かない。ああ、で、ここにしっかりと、こうやってピンを入れてあげるってことですね。どうしてもね、水は圧がかかるから、はい、で、高いときと硬いときは、電動で叩く。はい、こんな感じ。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、本舗のね仕上がり具合と、あと完成チューブについてちょっと見てきました。いかがだったでしょうか。一応ですね、まあこんな感じでもう仕上がっておりまして、もう定食も万全って形になりますので、あと定食する日を待つのみって形なんですけど、一応吉村農園でねやってることとして、完成チューブをやっぱりベッドが広いところは2本入れてるってところが一つのねポイントですので、ぜひね参考にしてみてください。あとですね、この完成チューブの張り具合っていうのもしっかりとピーンとこう張ってあげることによって、風が吹いてもですねこう飛ばないというか、畝からこう外れないようになりますので、そういったところもぜひね参考にしてください。では次回も動画撮ってきますので、ぜひご覧くださいね。最後に切ります。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、ね、もうイチゴもね、ちょうど完遂チューブっていうのを引いて、ちょうど定食がから火曜日から始まる予定でいます。その前に私がね、ちょうど13日が誕生日だもんで、子供たちがなんかね、クリスマスじゃない、誕生会をやってくれるっていうことで、ちょうど日曜日に、日にちはちょっと1日前かななんですけど、日曜日に4人5人でやってくれるっていうことで楽しみなんです。まあ60っていうことなんで、あっという間の60なんですけど、そろそろあとでき農業のできるのもあと10年ぐらいか15年ぐらい、もう数えるほどになってくるなっていう風な感じでいます。うちの父親は83まで現役でやって、83の時ちょこっとの間にで亡くなっちゃったっていう経緯があるんですけど、まあ私も83まではどうかわからないんですけど、あとできても15年ぐらいかなっていうんで、あと一応作りもあと15回ぐらいしかできないなと思ってます。それまでにはね、やりたいことをある程度いちご作りのシステムを変えていきたいなっていう夢はあるんですけど、まあまだまだ若い気ではいるんですけど、自分が若い時60歳の人を見ると、ああおじやんだなと思ってたのが、もう自分が60、1年なんていうのはあっという間っていう感じですね。これを見ている若い農業を志している人なんかも、もう予定でやっていかないとね、何でもできないっていうのが現実かな。私なんかもね、毎年大雑把にはあ何々何々ってこう目標を立ててやってるんですけど、なかなか5年サイクルぐらいで考えていかないと農業でもなかなかできないっていうのが現実だもんで、観光業の場合も毎年毎年一つ変えていくぐらいしかできないっていうのが現実だもんで、
だからね、一度に何かをやるっていうのは不可能に近いんで、少しずつでもやりたいことは軌道修正してやっていかないといけないなと思います。そんなとこです。いよいよ定食が始まるって直前のですね、育苗ハウスの様子を今回撮ってきますので、ぜひご覧ください。はい、苗の方の花芽の方も県の方の普及所の方で見てもらったら大丈夫だっていうことで、こんな感じになってますね。お一応下へね、もう根もいっぱい用意したところももう満タンです。それだとやっぱり仕方ないな、これはな。はい、まあ、こんな感じで定食をしていくって形になりますね、はい。